はいどうも、お待たせ。お待たせ、メリクリー。ベルありがとう。ベルありがとうございます。どうも、こんばんは。どうも、ふわつかいのサンタクロースです。どうも。プレゼントはありません。楽しんでいってください。ありがとう。ベルありがとう。嬉しいね。どういうところが気に入ってもらえたんだろう。特に雑談やってるだけだけど、お気に召していただけました。あざす。ありがとうございます。嬉しいですね。そう言っていただけるのが一番嬉しいです。はどつ、さくらさんいらっしゃい。楽しんでて。どうも。閲覧全体的に少ねえな、今日な。閲覧カッソカソじゃん。なんだかんだみんなリア充だな。カッソカソだよ。カッソカソ。
なんだかんだいんな、みんなリア充だな。知識が広くて勉強になる。ニコ生の時にた、あーそうなんだ。ありがとう。いや、あのね、あのタレントってよく言われてんだけど、まあタレントの話で置き換えるけど、自分がタレントとかいう話じゃなくて、あのドーナツ化現象だって言われてるよね。要はピンポイントで深い知識を持ってると全部知ってるっていう風に思われるんだって。だから普通の人ってさ、学校とかに行って膨大な学問を収めるわけだ。だけど俺は中卒だからそれができなかったわけよ。じゃあどういうことをやるかっていうと、その、なんて言うんだろうな、例えばさ、例えばボクシングの話とかしたりするじゃん。そうするとボクシング通な人っていうのは全選手をこう全試合とか追っかけるわけじゃん。だけど俺らみたいなのっていうのはマイナー選手とかでちょっとコアな選手とか追っかけたりするんだよ。好きな選手見つけて、でそれを語るとさ、コアな人からすると、あこいつ分かってんだボクシングのことって見えるわけよ。でそういうフォロワーのコメントとかがあると、あこの人全部ボクシングに詳しいんだみたいに見えるわけじゃん。だそういうのをこうやっていくみたいな、まあ得意ジャンルを持っとくみたいなね、そういう感じだよね。みさきちゃんベルありがとう、いらっしゃい。そういう感覚に近いかもしれない。だから賢く見えるっていうか詳しそうに見えるんだよね、単純に。あ今日喉おかしいね。起きた時にね、風邪治ったかなと思ったけど、まだやっぱ肺が苦しいね。みんなリア充だね。クリスマスはキリストの誕生日だと言われているが、聖書にそんなことは書かれていない。俺に言うなよ。俺に言うなよ。俺が書いたわけじゃねえよ。メロンいらっしゃい。子供いるからクリボッチじゃない。あ、もうその発言が寂しいよ。いやー、でもまあ、ね、クリスマスね、なんだろうね。切なくなるシーズンだよね。今年はイルミネーションがやけに綺麗に見えるよ。最近外でだって俺仕事してるからな、仕事してるし、のんたんとデート配信とかやってるよ。俺ニートじゃないから、外は出てるよ。風邪ひいてるから休んだりしてたけど、今日もプラーツ散歩してたよ。外は出てる。配信者イコールやっぱりあれなんだろうな、引きニートだと思われてる。初コメありがとうございます。ベッツさんコメントありがとう、コメントありがとう。
彼女さんとデート配信見ました。付き合って長いんですか？ 3 ヶ月ぐらいかな。3ヶ月ぐらいですかね。付き合ってからは。そんなに経ってないですよ。うん。最近ですね、付き合ってからは。美咲ちゃんって今いくつ？ああ、時間が経つの早いよな、ほんとな。人生あっという間だよね。38だったら俺の7個上か。30超えたから、30っていうか20歳超えたからの時間の経過がものすごく早い。30超えたから特に早いね。あれ、まあ、もう32になるのか、俺。人生ってあっという間だよね。早いよね。本当に早い。本当花火みたいに一瞬だよね。一瞬。お、アイラだ。神社クッキーありがとう。お、3倍ありがとう。ケキいな、おい。てかさ、アイラさ、俺 LINE 登録したんだけどさ、なんか LINE アットの方に登録しちゃって、アイラのプライベートで繋がる LINE わかんねえんだけど、トツかけようと思ったけど、どうすればいい？
メリクリエ。ああ、たくさんありがとう、アイラ。おすすめのオーディオインターフェース。ああ、僕、配信に使うのか、DJ に使うのか。まあ、DJAT って書いてあるから、多分、あれですよね。音響っていうか DJ やってる方ですよね。配信用のと音楽用のは全然違いますよ。オーディオインターフェース。やっぱ劣化版っていうかおもちゃっすよ。配信版は。おはようございます。I love you. I love, I love. アイラ、あ、アイラとアイラブユーかけてんのか。スペル間違えてるよって言いそうになってきた。ゆみちゃんおはよう。アイラ気まいいよ、うん。配信者にアイテムもらうの結構気まずいんだよ。ありがとうね、アイラ。なんか、悪いな。申し訳ねえ。同業にアイテムもらうのちょっとなんか気まずいよね。わかるでしょ、なんか、お返ししないといけないのかなみたいな。お返ししないけど、ありがたくいただくわ。キーキーんだな。配信用のオーディオインターフェースでよければ紹介できますけど。花火師ない？え、なんで？離れたの？どうした？引っ張れなかった得意の色恋営業で引っ張れなかった離れる。ああ、まあ、それそうだよね。あのね、本当にそう。俺ね、アイラと語りたいんだよね、その辺。そう。あのね、そうなんだよ。そうなんだよ。あのね、囲いって離れるんだよ。囲いって離れるよな。わかる。あのね、人間関係と一緒で、だから俺、だから、楽器屋に聞いてみます。ヘッドフォン、オーディオテクニカっすね。ヘッドフォンはオーディオテクニカで、で、オーディオインターフェースこれですね。はい、ヤマハの AG03 です、僕は。まあ、オーディオインターフェースっていうか、ミキサーで使ってますけどね。ミキサーが欲しくて。で、オーディオインターフェースが付いてるっていうので便利だなと思って使ってるんですよ。そうなんだよ。だから、その、いずれ離れる、その、要は支援者を、太く短く支援してもらうのか、長くいて、ゆっくり、まあ、言い方悪いけど、貢いでもらうのかっていう二つの方法あると思うんだよ。あ、そういうこと。要は、俺ね、アイラ方式もアイラは成功してると思うの。で、なんだ、添い寝系も成功してると思うんだよ。だけど、俺は香川さんとか石川紀之とか、あの辺狙ってるんだよ。やり方としては。あ、そうなんだ。狙ってなかったんだ。お、7種に変わりました。久しぶり。ワダツー。いや、俺はね、アイラも成功してると思うの。どっちかっていうと、そのね、両方に振り切れないやつは、両方ダメだと思ってる、俺は。うん。要は、息が長く、数多く、ストックしていきたいっていう、リスナーさん。良質なリスナーさんを抱えていきたいタイプなんだよ、俺は。だから、長く見てもらって、コストパフォーマンス良くしたいの。うん。アイラはね、勢いタイプだと思うよ。うん。だから、半年に一回200、300振り込まれるっていうタイプだよ。で、一部のコア層に好かれるタイプだよね。キングジョイントさんいらっしゃいよ、わざつ。でも、配信をプロとしてやっていくんだったら、香川方式が一番いいと思う。モニタリングフェッドフォン俺と一緒です。あ、これね、なんだっけ、型番わかんねえな。これで合ってます？うん。多分違うかな。ATH-M50X って書いてあるね。オーディオテクニカ、うん、多分型違うと思うな、
鮫島さんもどちらかっていうとアイラと同じタイプなんだよね。鮫島さんも。花火師いなくなった。だけどアイラフワッチでやるの辛いっしょ。あ、でもアイラはあれだもんな、ニコ生もキャスも手広くやってるもんな。客層すごい絞ってるもんね。それ割と最近結構新しいやつですね。これはクリアっすよ。すごい。ただ下の音が出ないっすね。あのミドルレンジと上の音が出やすい感じのタイプですね。前世紀のチャンマンくらいの囲いが欲しいですな。いや別に、それでもそもそも発散で配信始めたからこれでいいかなって感じ。お前どうすんの？お前いくつなの？本当は。俺より年齢上だろ。いくつだアイラって。音質悪い放送を見る気しないよな。あ、俺も全く同意見だね。うん、アイラいくつなの？っていうかさ、まあ、ぶっちゃけホスト36か。俺の4つ上。あ、でも、36でよくその、あれだよな、ビジュアル保ってるよな。ホストもやれなくはないけど厳しいよな。アイラどうしていく感じじゃん。ぶっちゃけ男子さ、要はホスト系なわけじゃん。夜で食ってってたわけじゃん。で、まあ、そこら辺の店でナンバー2とかナンバー1取れると思う。俺はいつでも在籍残ってる店も、あ、そうなんだ。あ、じゃあ、ナンバーも取ってたし、ちゃんと役職ついてた感じなんだ。ホスト系じゃない。ホスト系じゃないの。ホストでしょ？その店ってだって。うん。ホストってさ、ほら、30代に入ると急にさ、そのホストだけでやっていくとさ、やっぱ身入りが減ってくわけじゃん。生き残りが厳しくなってくわけじゃん。どうしてくんだろうなとか思って、アイラ。その辺考えてんのかなとか思って聞いてみたかったんだよね、一回。うん。すごいよね。いや、アイラね、顔出ししてなかったから最近顔見てなかったんだけど、最近顔出して、あ、やっぱ、あの、顔整ってるなと思って。ワード俺のこと知らない？ホステやってたの20代前半。あとは風俗の店長と不動産。あー。あ、実業やってんだ。うん、不動産は何？売り手市場でやってたの？買い手市場でやってたの？不動産業界っつってもさ、その、いろいろあるじゃん。その、戸建て売るやり方、マンションの分譲やるのもさ、投資系の物件やるのも、その、賃貸もあれば。売り手市場、買い手市場、どっちで握ってたの？マージン両方取ったら 6% 取れるじゃん。あ、僕はオーディオテクニカしか使ってなかったっすね。PA やってた頃から。あの、昔のオーディオテクニカは結構好きでしたね。不動産は風俗の上が手広くやってたから手伝ってた。ああ、そういう系か。結構、夜の世界の人、不動産参入したんだよ。大体何年前くらいかな。多分ね、20年くらい前に流行ったんだよ。それが。その夜の世界の人が固い商売やりたいっつって、不動産。そう。戻るのは風俗の店長。あ、じゃあまあ食いっぱぐれねえんだ。まあ、5、60は稼げるもんな。風俗の店長やってたら。つながりあんだね。世渡りうめえな、やっぱ。でももったいねえよな、そのビジュアルあって。うん。中古の車屋。ああ。まあなんとかなりそうだよな。器量あるもんな、アイラは。うん。なるほどね。いろいろやってんだな。会社起こせやいいのに。アイラなんか。俺思うんだけど、あの、風邪やった方がいいと思うよ。アイラなんか。自分で店持っちゃって。その方が儲かるよ。うん。デリヘルでもやればいいんだよ。あ、そうなんだ。あー。
絶対アイラ社長向きだと思うよ。特に夜の世界。キャバクラとかさ、元でかかるけどさ、デリとかかかんねえじゃん。絶対、自分でやった方がいいと思う。支援があって長く続いた。あ、そうだったんだ。知らなかったわ、全然。夜のさ、要は、その、風の女の子とかさ、扱うの得意なわけじゃん。だから、その辺でやった方がいいと思うよ、俺。すすきのなんかメッカなんだし。まあ、道楽もんだからな、アイラも。うまくいきそうな気すっけどね。シャトレ部屋はやってたけど、デリってバックも必要だし。デリってバックも必要。バックなんかだから、裏についてもらえばいいじゃん。指令いいんだろう、その辺。シャトレ部屋なんか儲かんねえじゃん、あんなの。あれ儲かんないよ。でかいところ提携しないと。俺もなんかその IT 系のさ、要は開発のやつらと話してたからわかるけど、現場の人間なんか儲かんないじゃん、いくらマージン高くたって。無理だよ、最大に力がないんだもん。今の時代 FC2 で簡単に稼げちゃうんだもん、小遣い。女の子がその方が見入りいいさ。シャトレ部屋割と儲かるよ、今は知らない。今ダメダメ、全然ダメ、本当にダメ。昔だよ、本当に儲かってた。今だって配信で誰でもできちゃうじゃん、よっぽどのおじいちゃんとか情弱じゃない限り。10% ぐらいアイラのところに入ってくるの。女の子に折半で行って 10% ぐらい。まあ 10% ぐらいだろうな。まあ、稼げる子10人捕まえたら回るみたいなもんだろうな。一番グレーなことが一番儲かりますね。どうだろうね。って言うけど俺グレーなことやったことないからわかんないね。ホワイトしかやったことないんで。はい、ワード2。神社クッキーありがとう。匿名さんありがとう。ケースバイケース。稼げる子3人いれば余裕で黒。黒ってどれくらい食ってけるぐらいの？そう、アイラの言う黒がどれくらいなのかわかんない。だって元でなんかかかんないわけだからさ。食ってけるレベルが黒って意味。実家でシャトレできない女子が多いから 3L 借りて家賃は8万程度、1人実質1万は確実に稼ぐ。あー、出資してんだ。その辺もやってんの、ちゃんと。なるほどね。そうだよな、夜の世界はめんどくせえよな。バーですらめんどくさかったし、知り合いもデリヘルやってたらめんどくさそうだったもんね。あ、まあ20から50とか。まあでもそんだけ稼げたら食っていけるからね。面倒だよね。何がいいんだろうね。
やっぱね、もう俺こういう時代だから、あの実業よりもやっぱ個人の時代だと思うよ。本当に FX とかさ、要は遊びで食っていくのが本流なんだよ今の時代。ノマドワーカーみたいなさ、配信者もそうだし YouTuber もそうだけど、結局さ稼ぐ額じゃなくなってるんだよね。いかに楽に、いかに遊んで楽しんでお金を稼ぐかの方が価値が高いんだよ。俺はもうね、人抱えるのは無理だなと思って、やっぱトラブル多いし責任が重たいし、でできないやつを育てないといけないから向いてないと思って、だったら自分一人でやった方がいいなと思って、そういう風に思ったね。ゆかさんいらっしゃい。何がプロなん、何がプロなんっていう質問がわかんないな。生きんなカス。別に生きてないよ。俺もぶっちゃけ風俗戻るの結構だるいよ。だよね。何こいつ有名なの。態度悪すぎ。じゃあ見なきゃいいんじゃないの。橋本、嘘、本当に橋本くん引退したの。マジだ、知らなかったわ。ありがとう教えてくれて。態度悪いって言ってんだや。じゃあ見なきゃいいんじゃないですか。橋本くん引退したんだ。でも配信頻度あんま多くなかったもんね後半。初見さんいらっしゃい。2、3回潜ったことあり、あ、ありがとうございます。また一人消えたね。テラさんいらっしゃい。じゃあ配信すんな、目障り。いやだから見に来なきゃいいじゃん、アホか。だって俺お前にさ、俺の配信見てってお願いしてないよ。ゆかさん違う。目障りだったら見なきゃいいじゃん。自分から来てるわけでしょ。意味がわかんないんだけど。倍目か。配信者なんだ。このおばさん、シュランメンヘラクソババアでスカトでいいと思います。あ、了解でーす。あ、お、了解了解。すごいね。このおばさん、シュランメンヘラクソババア。あだ名に3つディスが入るってすごいよね。すげえな。あだつ、風邪ひいてるひいてる。フォロワー422。すげえな。全然仮想じゃん。いろんな配信者にこういうことをして嫌われてるババア、ツイキャスが生み出した敗産。変なのいっぱいいるからな、ネットには。どうしようもねえよな。嫌われゲーっていうか。なんかふわっちもあれだよね、変なのが湧くようになってきたよね最近。ここ1週間ぐらいなんかね、大手配信者がやっぱ参入してきて変なの引き連れてきてるよね。どうしようもないよね、ほんと。
だらけ。ふわっちは基本的にも FC2 のリスナーに属性は一番近いと思ったけどね、結構温厚な人が多いと思ってた。荒らすような人あんまりいないんだけどね、結構増えてきたよ、そういうなんか変なのが。さんとやり取り続けてほしい。面白い。アイラ話さない。スカイプ上がろうよ。他サイトで通用しなくて逃げ出した人たちがアイテムなんて読むんだろうこれ。求めてかな。求めてじゃない。なんだ。アイテム。ふわっち座ってますもんね結構。アイテム諦めて。いやでもアイテム抜きにしてもふわっちはいいサイトだよ。そこに気づいてるかどうか。俺ねぶっちゃけな話、他の配信者とふわっちに入ってきた理由が違うんだよ。俺アイテムで稼げるからふわっちについてるわけじゃなくて、閲覧が高くてリスナーの質が高いからここについたので、副産物で稼げるっていうのに気づいたのね10日ぐらい経ってからなんだよ。普通さみんな稼げるからっていう理由で入ってくるじゃん。稼げるからってお前うざい言うかお前うざい、うん、あの嵐だよそれやってること。消えろ。お前に関係ねえだろ、生ポだろうが、病気だろうが、うん。消えろ。生活保護はお前だろ、バーバー。酒飲んで救急車で運ばれそう。うせえな、こいつ。はい、ワード2。チヨいらっしゃい。楽しんでって。あ、じゃあ凸かけてこいよ。配信者なんだろ、言いたいことあんなら。コメントでカタカタうるせえよ。凸かけてこいよ、言いたいことあんなら。初見さんいらっしゃい。おらよ。少なくともお前のような頭の動きじゃねえから安心しろとか。基本は優しいんだけど。おはよう。おはよう。文句があんならかけてこいよ。ババア。相手してやっから。クリスマスで誰もあれだろう、いねえからやさぐれてんだろう、ババア。優しいでしょ。
売名させてやるよ。かけてこいよ。ねえ、アイラと話したのは普通に面白かったんで。新しいフォロワーさん紹介します。ニモさんフォローありがとう。アイラいなくなっちゃったよな。普通にアイラと話してたかったな。おはよう。ライジングフォースバージョン 3.13 いらっしゃい。おはようございます。みんなクリスマスは予定あんの？新しいフォロワーさん紹介します。テラさんフォローありがとう。口悪いよね本当に。どさくさに紛れて LINE 追加しといた。あー、じゃあスタンプに、あの結構リスナーさんからさ頻繁にスタンプ来るからさ、あの七しに変わりましてだよってあのスタンプと一緒に打っといて。あーいいね。母親過ごす。あ、ブロックした。めんどくさいから、うん、ブロックした、うん、めんどくさい。したした。あのゴミみてえなリスナーいらねえから俺。あ、いいね。酒飲んでんだ。今日はのんたんにクリスマスプレゼント買って、ね、ブリの味噌煮を作ってもらいます。のんたんにプレゼントだけ買おうかなと思って。愛する彼女に。お、のんたんおはよう。あ、サバか。サバの味噌煮か。起きちゃった？ごめんね。大丈夫。喉が痛い？これかわいいよ、のんたん。リア充になっちゃったね、いつの間にかね。そう、声かわいい人好きなんだよね俺。勝ち組とか負け組っていう発想があんま好きじゃねえけどな、うん、勝ち組負け組っていう発想があんま好きじゃねえな、うん、彼女全然顔出してるよ、うん、全然顔出してるよ。何買うか決めてるの？洋服。うん、のんた服はあんまり持ってないって言ってたから服がいいんじゃないって話。本当はペアリングがいいって言われてたんだけど、うん、そんな金ねえわごめんっつって。彼女全然この放送いたら全然しょっちゅう出ますよ、うん、ただまあ配信者じゃないからあの無理って出したりはしないけどしょっちゅう顔出すよ、うん、俺より年上だけどね。背はね153センチかな。あ、俺のツイッター見たら写真載ってるよ。番組情報に俺のツイッターの URL あるでしょ。で、ツイッターに飛んで今見てくればいいじゃん。彼女の写真出てるから。彼女だってリスナーだもん、もともと。俺のリスナーだもん。うん、見てきて見てきて。
ツイッターにあのメディアって言って写真が出るの一覧出るからメディアっていうのをクリックしたら出てくるよ。質問いいですか？ワドツってどういう意味ですか？あのね、ニコニコ生放送だと最初の挨拶ワコツって言うんですよ。ワコツって、で、ワコツの意味は枠取りお疲れ様ですっていう意味なの。枠っていうのは放送一枠、30分一枠のことを枠っていうんだよ、ニコ生では。で、枠取りお疲れ様ですって、要はなんか枠放送してくれてありがとうみたいな意味なのね。で、ワコツワコツワコツってみんな言うんだけど、それを俺がワドーって名前だから、なんかみんなワドツってその文字って言ったの。だからなんかここの挨拶みたいになんか自然発生でそうなったみたいな、そういう感じ。なんかみんなが言い始めて定着したネットスラングみたいな、和道限定の、この放送限定の。だから和道枠取りお疲れ様みたいな、よーみたいな意味だ。うん、ニコニコ生放送見てない人では分かんないかもしれないけど、ニコ生だと結構ネットスラングがあるから、うん、草生えたとかね、大草原とか、うん、ワドツ若かりし頃の彼女の写真見せてもらいましたね。え、美人だよね、綺麗な人ですね。ああ、ありがとうございます。はい、うん、ありがとう、すごい可愛い彼女です、綺麗だし、うん、俺は年上の方が昔から好きで、あの精神年齢が同い年とか合わないんだよ。だから好きになったりとかいいなと思う人はやっぱ年上の方が多いね。自分よりもそう、経験値の多い人の方が好きなんだよ。何事も喋ってて面白いっていうかさ、自分の知らないことを知ってる人が好きなの。あと個性持ってる人が好きなの。年下なんかダメよ、もうあのなんつうの、落ち着いてないのがまず苦手なんだよ俺。あのなんかキャッキャキャッキャしてんの、年下ないね俺は。ない、恋愛対象ない。一回だけ年下付き合ったことあるけど、それでもその子精神年齢かなり上だったもん。だって単純に好みの問題だね、うん、疲れるね。はい、ヒースおはよう、メリクリ。キャピキャピっていうか、その、なんだろう。若いものが美徳にならないんだよ、俺は。あ、静かな人が好き。彼女は47だから、18公演ですね。うん。俺も、なんだろう。うん。もともとね、俺がね、惚れるタイプの、なんか昔のリスナーだったら知ってるんだけど、あの、ノンタンって、和道が昔から言ってた、その、理想像だよねってよく言われるの。古いリスナーさんからは。背が低くて、あの、おとなしくて、個性が強くて、で、年上でっていう、育ちが良くてみたいな。うん、そう。47。だ、結構理想だよね、本当に。あんまりそのまあなんだろう、顔とかじゃなくて雰囲気とかで選ぶかな。バーガープレゼントありがとうございます。梅屋敷さん久しぶり。ありがとうバーガープレゼント。だから年齢とかあんま関係ないと思うよ、恋愛は。精神年齢、ああそうかもね、彩香は精神年齢高いかもしれないよね、うん、ていうかね、あの俺はその
好きになる人の最低条件はリスペクトできるかとか自分の世界観持ってるかどうかだから、人として面白くない人とまず友達になろうとも思わないの。世界観、実はニコ生で和道さんちょこちょこ見てたんですが怖いイメージだったんで、なんかイメージとしても、あーそうっすか、なんかイメージは怖いってよく言われるけど、あんまりヤンキーキッスではなくてオタクだよ、どちらかっていうとオタクな話ばっかりしてるからね、なんか絡まれることが多いんだよね。全然怖くないと思うよ。神社クッキーありがとう、ニモさん。ちょ、お水入れてくるね。喉乾いた。神社クッキーありがとう。アイラのファン、ちょっと面白いな。はい、おやすみ。はい、高橋さんおやすみ。なしがれましてさんおやすみ。それ多分アイラと話してたからな。新しいフォロワーさん紹介します。ラムさんフォローありがとう。仕事行くので、ああまたまた、ぜひぜひ、テラさんありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。喉大丈夫かな。なんかあの花粉症でなんか鼻水が止まんないって言ってたね。風邪移しちゃったのかな。大丈夫だと思うけど。
この時期体調、和道さんもなかなか良くならないね。今日朝起きた時良くなるかなと思ったけど、なかなか良くならないね。ほんと質悪いリスナー増えてきたよな。なんかニコ生化してきてるよ。なんだふわっちが。まあそうだね、俺は変わってほしくないけどな。まあいいことなのかな、どうなんだろうね。ねえ、ニコ生っぽいよね。ここ一週間ぐらいなんか変だよね、流れね。変なリスナー増えてきてるよね。速攻ブロック入れてるけど、めんどくさいもんねえ。めんどくさいよね、カエルさん。変わっちゃうね、なんだ。防波堤になる生の人がいないんだろうな、多分。ヒール役もうやる気ないから、他行ってもらいたいよね。ヘイト集める役誰かやれよ。ヘイト集める役。礼儀がない人増えてるよね。嫌いなんだよね、ネットだからって。なんかこう、なんかね、リアルでさ、何もできないやつほどさ、ネットで荒ぶるじゃん。それがすごい嫌だ。なんかネットを現実逃避の場所にしてるっていうか。どうでもいいよね。相手する気ないよ。時間の無駄だからね。大丈夫？熱ありそう？FC2 が意外と配信者増えてんだよな。なんなんだろう。ワッチイコール平和のイメージがあったけど、半年後どうなってるか。あ、どんどん FC2 はメジャーになっていくと思うよ、正直。バカが増えると思うよ。今とは環境変わるだろうね。なるべく荒れないように、荒らすやつは速攻ブロック入れるようにしてるけど、どうなるかわかんねえな。半年後どうなるか本当わからん。本当わからん。おはよう、ブルさん。王冠のところいたね。王冠のところいたね。ブルさん結構いろんなところ見たりとか、あと配信もやるんすね。
この前コラボとつまちやってびっくりしましたよ。サムネ変えちゃったんだ。アイアンマン。結構ザッピングするタイプなのかな、ブルさん。何度だった？6度8分。ちょっとあるじゃん。好奇心高そうなバッグ、これ高いっすよ。6万ぐらいですね。ケンさんいらっしゃい。若干高いっすね。これ熱はないはずなんだよな。36.7。 まあまあ普通か。 36.5 ぐらいが普通が平熱ぐらいだもんな。熱はない。おはようマチルダ、おはよう。ダメだな、調子悪いな、寝ようかな。もうちょいやったら寝るわ俺。ダメだ今日。なんか変なのがいっぱい湧いて出てきて調子狂ったわ。ダメだ、寝るわ。飲んたんとおねんねするわ。風邪はね、ずっと引いてて、ようやくだいぶ良くなってきたなっていう感じかな。風邪はずっと引いてるよ、一週間ぐらい。会社もずっと休んでるし。一回行ったんだけど、次の日ぶり返しちゃって。ずっと寝てる。そうだね。のんたんと寝るわ。時間帯変えてまた様子見るよ。長引くね。長引くね。今日ね、朝起きた時、ああ、もう治ったわって思ったの。その、痰の出方とか、体調、起きた時わかるじゃん。今日で治るなって思ったけど、ダメだった。後半ぶり返してきたね。咳が。一応ね、まだ薬は飲んでるんだけどね。漢方とかさ。ありがとう。のんたんに移しちゃったのかな。早く直したいね。そうっすね、本当に体が資本っすね。ていうかさ、何気になんだけど、何気な話でいい。
何気に何気な話なんだけど、実はね、YouTube の方も、収益が上がってきてて、もうね、今年のふわっち始めたぐらいから始めた YouTube なんだけど、収益がね、1万5000円ぐらい上がってるんだよね。すごいよね。YouTube の方も連動してね、ありがたいですね、本当にね。ありがとうございます、みんな。結構 YouTube 見てくれてる人も増えてて、結構増えてんだよ、YouTube。チャンネル登録者が150人超えて、もう5万再生だね。地味に増えてってるね。トータルね、チャンネルトータル全体の動画5万再生で。なんか YouTube から見に来てくれる人も結構多くて。だいたい1個の動画2、300再生ぐらいかな。あ、そうなんだ。ありがとう。だいたいね、1回のアクセスで 0.1 円ぐらいになるから、ありがたいんだよね。ありがとう。あざーす。結構俺も過去の動画とか見返したりすると面白いよね。浅井さんの回とかよく見返すんだけどさ。面白いよね。いろんなことあったなぁと思って。あと大体何月何日にどんなことが起こったかっていうのを見るのにすごいいいね。いや、あのね、あんまりね、カウント数よりも重要なのがコメント数なんだよ。いいねボタンとバッドボタン押すのもいいんだけど、まず、見るのが1ポイントすんだ。1再生が1ポイントだすんだ。で、そしたら、グッドボタンとバッドボタンってあるんだけど、グッドボタンを押すと10ポイントになるの。要は、見るよりも、グッドボタンを押した方が、その、内部ポイントは高くなるの、YouTube の。で、一言でもいいからコメントを書いてもらえると50倍ぐらいのポイントが入るの。コメントが一番、その、ポイントが高いんだよね。YouTube 生活とか懐かしいよね。アルプス1万弱見んだ。あれ面白いよね。元気出るよね。浅井さん会ってないな、最近。あ、コメントね。そうそうそう。一言コメント書いてもらえると結構嬉しいんだよね。頑張れよーとか、面白かったーとか、一言でいいの。そうそうそう。コメント書いてもらえると、50再生分ぐらいの効果が出るの。内部点数に。だからコメントが多ければ多いほど、その、いい動画っていう判断を YouTube がしてる。YouTube 的にはほら、コメントが湧いてるっていうか、そういう動画は流行ってる動画なんだっていう。もう動画の数が膨大だから、毎日アップロードされるな。だから機械的にやるしかないんだよ。そう、いい動画と悪い動画の判断を。で、コメントを書くのが一番手間じゃん。ぶっちゃけな話。だから人のコメントが書かれるっていうことは、何か人の心を動かしたっていうのを判断なんだよ。YouTube 的には。まあ、Google がそれをよくやってんだけど。Google と同じ会社だからさ。コメントをね、一言、感想でも何でもいいし、書いてもらえるとありがたい。ポイント発生するよ。で、そのポイントが高くなれば高くなるほど、チャンネルが強化されていって、要は、他の動画のおすすめってあるじゃん。動画の右横におすすめ欄ってあると思うんだけど、あそこに乗りやすくなるの。見てもらえる、いい動画ほど、その関連動画に紐づきやすくなるっていう。そういう裏のアルゴリズムがあるんだよ。新しいフォロワーさん紹介します。むーちゃんフォローありがとう。こんばんは。あ、ありがとうございます。もしよかったら Twitter と Facebook もやってますので。Facebook もしやってたら、友達申請していただければ、ぜひ、友達になりましょう。Facebook はね、一時期ブワーって伸びて、今300人だね。で、止まったかな ?300 人で。300人で止まった。だから、まあ、その、ふわっち1000人の中で、
告知をずっとしていったな。今だったら友達申請返しますよ。だから1000人のうち、だいたい3割ぐらいが Facebook やってるって感じだね。だからデータが取れるから面白いよ。配信者は。Twitter、うん、はどれくらいフォローされるとか。うん、その、どのサイトが人気あるのかとか結構わかりやすいんだよ。あ、ありがとうございます。あざーす。千葉って方言ないの？和道さん標準語。いや、あるよ。俺、地元に帰るとやっぱ、なんとかだべって言うよ。うん。だべを普通に使う。だからね、中井くんが千葉弁だね。中井くんみたいなちょっと喋り方になるね。地元に帰ると。なんとかだべって。あるある。あとね、青なじみとか。青たんってわかる？ぶつけた時に青くなるじゃん。あれのことを青なじみって言うんだよね。あとなんだっけな。千葉方言何個かあるはずよ。なんだっけな、千葉の方言。検索してみようか。意外と気づかないんだよね、方言なのか。まあ千葉はね、関東の隣だから、あんまりないけど。まあ、だっぺとか。うん。あ、やんべえよとか、うっせえとか言うね。うっせえとか。うるさいのことうっせえって言わない？わかんねえとか。わかんねえとか、うっせえとか。うん。ツイッターフォローとツイキャスの方、ああ、ツイキャスほとんど保存してないけど。あと、いくべえとか。うん。頭痛い。うん。あとなんだろうな。うめえとか。なんだろうな。それっぽいのがないな。千葉の方言。青なじみは青あざのことだね。それくらいかな。あ、暴走の方はね、だからもう、YouTube でよく見てます。よかったら仲良く。あー、タツンさんありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。ワドです。普段使ってるの、普段使ってるので、うん、俺が使ってるのだとやっぱ青なじみぐらいかな、それくらいかな。いろいろ見てるんだけど、あ、これ方言だったんだっていうね。え？いや、違うな。たまたま。え？
たまたま聞いたって言わない？たまたま聞いたは使うよな。え、ちょっと待って、え、騙す？あ、違うな、うん、ダメだな、なんかよくわかんなくなってきたな。多分それくらいだと思う、うん、あんまりだから標準語に近いと思う。ダベとかそんくらいだと思うよ。ダベはよく使うもんな。ダベの言い方もね、千葉成田の方だとちょっと違うダベなんだよね。ダベとかの感じじゃなくて、ダエみたいな、なんかダベって言うけど、ちょっとカッコつけて言ってるよねダベを、うん、中井くんのダベの使い方が多分一番正しいと思う。で、多分成田の方がまだ残ってるけど、千葉とか船橋とか浦安とか東京のベッドタウンに行ったら多分方言はないと思った方がいいね。あんまりきつくない。私岡山だからよく汚いって言われる。岡山ってどんな喋り方なんだろう。岡山がどこにあるのかわかんないの、まず。岡山ってどの辺にあるんだろう。今ね、方言の話、なんか方言ないよねって言われて、千葉はまあ方言ないよねあんまり、じゃあじゃあ言う。おー、広島と兵庫の間。ああ、大阪の左側って感じか。ああ、四国の上だ。はいはいはい。友達に岡山いるけど、最初聞いた時びっくりした。俺のばあちゃん、与那国なんだけど、与那国って沖縄の現地の人でも通じない方言なんだよ。台湾の方が近いのね。うん。梅昆布茶いいよね。うん、ありがとう、むーちゃん。与那国弁はもう異国語だよね、ほんとに。ちょっと待って、与那国言葉出てくるかな。与那国言葉。与那国。与那国言葉で検索してみようか、 YouTube、うん、与那国言葉出てこないな。もともと広島県民なんで、暴走の人間とは世間話できない。てかわからなすぎる。あー、まあど田舎って感じだよね。あー、ど田舎だよね。うん、俺らはできるね、やっぱり。暴走の人とは、やっぱ訛りきついなとは思ってもわかるわ。うん。それでもわかる。何言ってるかはわかる。俺は高知生まれなんだけど、シチューがとか、シチューキホラーとか。ああ、まあわかるよね。でもね、俺ね、方言使う人かっこいいと思うんだよね。なんか東京に住んでると、方言を隠すの。みんな。みんな方言を隠すんだよ。うん。で、方言隠さないの、本当に大阪人ぐらいなの。本当に。大阪の人だけずうずうしいから、こってこての大阪弁使うのね。だからね、もう嫌なの。みんな標準語使ってる中で、電車の中で騒いでたりするの、絶対関西弁なんだよ。絶対なの。で、街中の居酒屋とかでも、飲んでても、絶対やかってると関西弁なの。大きい声が聞こえると、また関西弁だよって。また大阪弁だよってなるの。これ本当なのよ。だから、東京に住んでる人は、大阪の人は野蛮な人だっていう印象なの、全員。で、でもね、その大阪弁はまあ置いといて、とりあえず。あのね、俺方言ってかっこいいと思ってて、うん、もっと使うべきだと思うんだよね。竹民と話す標準語。いや、それね、良くないと思うよ。やっぱね、可愛いもん。女の人とかも、その、あの、
なんつうの方言使ってたりすんの。なんかね、隠さない方がいいよ。なんで気取るんだろうと思っちゃうの。そこ、なんか自然な感じが出るんだよ。なんか、その、男の人でも、すごい綺麗な標準語使うんだよ。でも、その電話とかで、その、なんつうの、その人岡山かな？その人ガーって話すとかっこいいんだよ。普通にやっぱしっくりくんの。なんかこう、かっこいいんだよね。感動、ああ、親切にしちゃう、する。もうね、とりあえず東北弁は可愛いって感じだもん。ああ、田舎から来たんだねっていう。わかる。もうめっちゃ親切にしたくなる。アゲハさん、初コメありがとう。京都弁はいいか？気取ってる感じがするけどな。京都弁は。京都なんだ。でもね、俺ね、あの、関西弁の、おとなしい女の子は最強に可愛いと思う。あの、コテコテのきつい関西弁なんだけど、内気な女の子が関西弁を作るとめちゃめちゃ可愛くなると思う。土佐弁はこう、俺は、あの、なんだろう、やっぱ九州男児系の男の人に憧れるかな、やっぱ。ドカッと構えてる感じの。やっぱ薩摩の血が流れてるんだろうね、俺にも。なんかね、やっぱね、あの、九州の配信者ってかっこいい配信者多いんだよ、喋り方。うん。九州の配信者でね、やっぱ、あ、男らしいわって思うもんね。うん。ニコニコ生放送にいるんですよ、九州で。すごい人気の大手配信者が。すごいかっこいいよ。あ、どこいらっしゃい。あ、俺は、俺ですか。ってかっこよく言うんだよね。あ、いいなーって。俺もああいう喋り方したいなと思うもんね。京都弁品があって好きだけど、綺麗じゃん。綺麗っていうか、なんか気取ってる感じがするんだよな。京都は裏がある、もっとはっきり言わへんのって言われる。あー。なんかそう、きついイメージがある。きついイメージがある。俺ね、あとね、熊本にすごい興味があって、俺が好きになる男の人って熊本県民が多いの。うん。で、おはよう、ちいさん。あの、熊本の人って、熊本って面白い土地で、あの、朝原翔子も熊本だし、坂口恭平も熊本なんだよ。で、熊本ってネットワークビジネスが日本で一番盛んな街って言われてんの。で、なんでかっていうと、なんで熊本県民って変な男が多いかっていうと、その、一説によると港町で貿易がすごい盛んだったから、異文化をすごく取り入れるんだって。ああ、どうもどうも。昨日のカラオケどうも。うん。ゼオはかっこいいよね。だからさ、その、なんつうの、新しいことを生み出すイノベーター気質な人が多いんだよ。価値観の転換とかをするっていうか、すごいかっこいい男が多いんだよね。その、世代、その時の主流であるものとかにあんまり反応しなくて、新しいものにすごく反応するの、熊本の人って。熊本とかに、なんかこう、ベンチャーのトックとか作ったら面白いんじゃないかって思ってんだよね、俺。だから地方をトック化していくのありだと思うよ、日本は。うん、ゼヨはかっこいいよね、うん。新しいフォロワーさん紹介します。アゲハさん、フォローありがとう。あのね、これ不思議なんだけどね。フォロワーが増えるときってこういう配信のときなんだよね。あのね、500人閲覧があるときとかってフォロワー増えないんだよ。不思議でしょ？ 500 人閲覧あるんだからさ、フォロワー3人ぐらいいてもいいじゃん。って思うじゃん。増えないの。こんなに閲覧あったのに増えないの？って思うの。やっぱりフォロワー増えるときって、リスナーさんとコミュニケーションが取れる配信やってるときの方が増えるの。だから共感なんだよ、やっぱり。あ、この人とこういう話ができて面白かった。次もしたいな。フォローしてみようかな、なんだよね。不思議だよね。うん。だからね、閲覧イコールフォロワーが増えるっていう理論はね、最近当てはまらないね。昔はだからさ、炎上させたらフォロワー増えるわけだから、その、人が集まる配信やってれば勝手に人が増えてったんだけど、最近はね、しっかりとリスナーさんとコミュニケーション取れる配信じゃないとダメだと思って。
なんでかね、視聴者数多ければ多いほどフォロワー増えそうなんで。だからね、俺ね、思ったんだけど、リスナーの目が超えてきたんだと思うよ、最近。要は昔だったら、人が集まってるとこ、とりあえずフォローしとこうみたいな感じだったけど、もうある程度、その、リスナーさんも目新しさがなくなってきて、配信者に。そうじゃなくて、選ぶ時代になったんだよ、フォロワー、リスナーが、配信者を。うん。この人好き、この人嫌いっていうのをしっかりやるようになってる気がする。だから、住み分けがすごいよね。なんか、うん、そんな感じはするな、最近。でも最近あれだな、フォロワー増やそうとか本当なくなってきたな。だんだんいい意味で欲がなくなってきたね。いい意味で。ああ、全然全然。ああ、本当にフォローしてくれた？うん、あ、本当だ。ありがとう。うん、ありがとうございます。新しいフォロワーさん、タッツンさんフォローありがとうございます。ないよね。キャスは面白くない。本当にキャスにハマったこと一回もないわ。うん、キャスはダメだな。なんかこんな言い方するのは本当に申し訳ないけど、本当に申し訳ないんだけど、あれを特にこの誰かとかいう話じゃないよ。あね、キャスの配信者はね、腕がない。キャス出身の配信者は漏れなく腕がない。で、腕があるのはやっぱりニコ生の配信者。もともとニコ生で数年やってた人は、中堅でも過疎でもうまい。うん。あのね、例えば言おうか。例えば、すごく面白くて一発でわかりやすいのがあるんだけど、一番最初キャスで、まあ、行くよ。例えばここに、これふわっちのトップの人たちだ。コキオさんいらっしゃいよ。まず、金梅は、まあ、ニコ生だよね。つばにゃんニコ生。キャス、レンジョ太郎。ランハゲニコ生。リラネコはふわっち。ゆずか姫はニコ生。パルパルキャス。新ヤッチョニコ生。テルチャンピンキャス。ふわっち。ふわっち。キャス。キャス。キャス。ふわっち。ニコ生。ニコ生、ニコ生。うん。あのね、キャス系の人苦手だわ。キャス系の人は、なんだろうな。なんなんだろうな。なんて言うんだろう。なんかね、根本的に配信のやり方が違うんだよね。キャスとニコ生は。で、俺やっぱりニコ生出身だから、ニコ生出身の配信者の方が強いっていう感じがするね。どうしても。沸かせるところ沸かすの。キャス系の人最初は勢いやと思う。そうなんで飽きるんだよね。そう。長い息で見られないんだよ。あ、ゆらさんいらっしゃい。そう。長い目で見ると、やっぱりニコ生系の方が依存性はあるんだよね。なんて言っていいかわからないけど、言いたいことわかるでしょ？なんとなく。うん。なんかね、あとね、やっぱり、
ニコ生である程度その一時代を築いた人はキャスのことを若干見下してるところあると思う。キャスでいくら大手でもニコ生の中堅ぐらいの感覚、俺は悪いけど、キャスで大手って呼ばれてる人はニコ生の準大手ぐらいの感覚。いや、お前らニコ生だったら通用しなかったよっていう感覚の、どうしてもキャスで、キャスに人がバーって溢れたからたまたま当たったんでしょっていう感覚ある。これは正直あの誰がどうとか言わないけど、うん、それくらいニコ生で上に上がっていくのは厳しい。で、これなんでそれを言えるかっていうと、ニコ生からキャスに引っ越すと大手になってる人いっぱいいるんだよ。これこれとかさ、金映えでしょ、これこれでしょ、新やっちょでしょ、もう数え上げたらきりないじゃん。ニコ生からキャスに行って失敗した人ってほとんどいないの。だけどキャスからニコ生行って大手になった人は一人もいないんだよ。聞いたことないでしょ。キャスでも大手でした、ニコ生で枠開く、漏れなく過疎なんだよ。要はニコ生の人はキャスでも通用するんだけど、キャスの人はニコ生で通用しないっていう図式が成り立ってる以上、これは鉄板なんだよ。わかる？これって言ってること。うなちゃんマンもそうじゃん。まあ、うなちゃんマンどこ行っても通用するっていう感じだけど、これわかるっしょ。だから俺聞いたことないもん、キャスの生主がニコ生に引っ越すっていうの。ニコ生がキャスに引っ越すパターン何度も見てきたけどね。でも漏れなくみんな当ててるよね。外してるの俺ぐらいじゃない正直大ごけしたの俺ぐらいだよ。おニンニおはよう、久しぶり。ニコ生から来てる人みんな大手だもんね。わかる。あのね、っていうのもニコ生はね、やっぱねリスナーがうるさいから磨かれるんだよ。あの配信のレベルがすごい。だからそのスキルをつけたいとか、配信で息長くやっていきたいんだったらニコ生である程度やった方がいいよ。どこの配信サイトでも通用するから。コメント厳しいなんてもんじゃない。例えばさ、美咲ちゃんさ、さっきのババアいたでしょ、あれが全員みたいな感じ。これ嘘じゃないから。さっきのやかってたババアいるでしょ。あとさ、彩香さ、さっきさ、あのサムネでさ、おい早く旅に出ろよってやついたでしょ。もうツイッターにコメント長文で DM 送ってくんのよ。要はそういう質の悪いリスナーとかうるせえリスナーが全員なの。そいつらを猿回しのように扱わないといけないのよ。本当に手なずけないといけないんだ。だから自然とレベルがすごい上がるの。厳しいなんてもんじゃないよ本当に。うん、あれが普通みたいな、あれが100個目ぐらいブワーって流れてる感じ、ずっと。うん、あんなのニコ生だったら当たり前だね。うん、手ぬるいよ。だって一回でもキャスで放送バックやるじゃん。しよう、ニコ生リスナー嫌い。俺も嫌い。あの、一回でもキャスで放送するすんじゃん。で、次枠ニコ生で開くと、最初のコメント全部がブワーっと、キャスに帰る、キャスに帰る、キャスに帰るだから。もう裏切り者っていう扱いなの。ニコ生では。もう挨拶のようにキャスに帰れから始まるの。あーそうだよね、うなちゃんマン、うん、そうそうそう、もうそれがデフォだから。だから会話なんかできないんだあそこは。会話をする場所じゃなくて、あの神会を起こす、神会しか求めてない、常にリスナーが。普通の雑談をする気がない。雑談したければ他行けぐらいのリスナーが、うん、とりあえずわさび目に入れようかみたいな、とりあえずからしチューブ一本飲もうかみたいな。後ろ彼女いるよ。ニンニまだあいつと付き合ってんの？俺ニコ生やってないよもう。荒ぶってるっていうか、だからもう海賊だよね。バイキングだからあいつら。あいつらだからネット界のもう最底辺にいる略奪者たちだから。最強だよ、うん、ルールないからあいつらには。
配信者が火事を起こしたりするって YouTube で見てみた。いやいや、部屋の中で花火をしないといけないんだから。エリリカって知ってるかな？昔の配信者なんだけど、エリリカっていう女の子は、そういう顔が整った女の子なんだけど、何で、その、ブレイクしたかっていうと、その、部屋の中で花火をつけて、家が燃えたっていう配信者なの。毎回やるの。部屋の中で花火を。打ち上げ花火をブワーってやって。で、その、すごいスタイル良くて可愛い女の子なんだけど、スマタギターとかやるの。ギターをスマタでウィンウィン、ゲインゲイン、グイーンとかやって、ブレイクしたのね。その子は今 AV 女優なんだけど、ソフトオンデマンドで1位になったよね。うん。まだ付き合ってたんだよ。失礼しました。ん？まだ付き合ってた？あ、今でも付き合ってんだ。うん。エリリカ面白かったよね。逆に普通にコメントすると流れてアンチにもあると米じゃんじゃん拾ってくれる。まあそういう文化だよね。おはよう、ガチャヒロさん。早いんじゃなくて寝てない感じかな。逆転してる感じかね。エリリカはね、うん、付き合ってる付き合ってる全然、あ、多分ね、ニンニが言ってる彼女じゃないよ。ニンニ古いリスナーだから、違う違う、ニンニが言ってるの3年前の彼女でしょ。違う、あの子じゃない。あの子はもうとっくに別れてる、うん、違う、新しい彼女、3ヶ月ぐらい今。違う、ニンニが言ってるの相当古い彼女でしょ。何年も前の。エリリカ今可愛いよ。ね、な、美意識高いからね。うん。ノリちゃんじゃないね。うん。ノンちゃんだね。エリリカちゃん可愛いよね。髪型もメイクも真似して AV も買った。俺ね、エリリカはキャラクターがダメなんだよね。顔は別に、整ってて、あの子が清楚系な、要はツンツンしてんじゃん。エスっ気たっぷりじゃん。あの子が清楚っぽい感じだったらすごい可愛いと思うの。だからもう、なんか、キャラがダメ。うん。そう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 。花火して、だって家燃えて、それで AV 行ったんじゃなかったっけ？うん。確か。詳しいことわかんないけど。確かそんな感じだったと思うよ。エリリカは。うん。ナプキン食べたりとかね。そう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 。ナプキンを食べるっていうね。コンビニ行ってくんの？いいよ、行ってきな。うん。うん。新しい子？うん、付き合って3ヶ月ぐらいずっと一緒の子だよ。うん。一人で行かせて大丈夫。一緒に行く？のんたん。大丈夫？誘拐されない？うん、わかった、うん。コンビニぐらい一人で行けるんでしょう。誘拐されないって。風邪っぽい？大丈夫？大丈夫？一緒に行く？いいよ。配信止めて一緒に行く？大丈夫？レッドブル。レッドブルのさ、でかいやつ買ってきて、高い方。お金、後で渡すから。なんかね、レッドブルって3つぐらいあんのよ。300円ぐらいする。あ、ペットボトルみたいになってるやつ。うん。うん。なかった、全部缶だよ、レッドブルは。缶のボトルみたいなのがあるの。うん。うん、いや、なんか無性にレッドブル飲みたくてさ。俺本当はモンスターエナジーの方がよく飲むんだけど、最近飲まないけどね。レッドブルいいよね。
優しいよ。俺がさ、さっき30分ぐらい前さ、レッドブル飲みたい飲みたいって言ってたじゃん。コンビニ用ないんだよ、彼女。うん、優しいよね。レッドブル買いに行ってんだよ。言わなくても買ってたと思う、多分。うん、あれは飲みすぎ良くないね。そうそうそう。レッドブル買いに行ってるんだよ。普段、外出歩かないから。そう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 、すごい優しい子だから。なんかね、もう家からいっぱい持ってくんだよね。なんか加湿器とかさ、冬になったら加湿器持ってくるし、なんか最近もね、ご飯のジャー持ってきたりとか。まだ辛いね、ちょっと。そう、ついに我が家もね、全自動でお米が炊けるようになってしまった。のんたんがジャー持ってきて、これでご飯食べようっつって。なんか些細なことがね、本当に幸せなんだよね。一緒にご飯食べたりとか、買い物に行ったりとか、ほんと街をプラプラするだけで本当に面白いよ、のんたんは。なんだろう、あのね、まあほら、年いってるけど、あの10年ぐらい本当に引きこもりだったから、時間が止まってるんだよ、彼女の中で。本当に時間がピタッと止まってるから、本当にね、あの学生みたいな感じなんだよね。ニコ生キャストとかで見かけなくなった人、ふわっちで見るようになってきた。あ、そうだね。ふわっちに結構引っ越してきたね。俺は、あれ全部、鍋。鍋炊き。なんかね、一緒に入れるだけで幸せもそうなんだけど、あの、彼女はすごい本当に漫画みたい、漫画のキャラクターみたいに、あの、コミュ障で友達がいなかった子なのよ。本当に。人と喋るのが苦手すぎるの。だから、なんつうのかな。青春がすっぽ抜けてんのよ。リスナーだよ、もともと。青春がないのよ、彼女の中で。そう、友達と過ごすとか、その、普通の人が当たり前にやってることが全部すっぱ抜けてるのね、彼女の中で。だからすごいね、なんか本当ね、なんだろう。10代の子と付き合ってるみたいだよ。見かけはおじさんとおばさんだけど。だから楽しいの、すごい。そう、やり残した青春をやってるんだよ。鍋で炊くのうまいよ。俺の米めちゃめちゃうまいって評判だもん。うちでね、飯食う人は本当にご飯ふっくら炊けますねって。鍋で炊いた方がうまいんだよ。ただ保温ができないだけで。俺のご飯うまいよ、うちのご飯は。普通に安い腰、安くはないか、笹錦だっけ、なんだっけ、うちの米。山形の米なんだけど。いや、なんか家ではあんまり、やっぱ一人暮らしだから食べないみたいね。もう作んのがめんどくさいんだって。だコンビニでね、あんまり食べないんだよ。出会った頃ガリッガリで、153センチで37キロしかなかったんだよ。俺、女の人の体重わかんないけど、37キロって多分相当ガリガリなんだよ。で、どういう食生活してんのかって思ったらさ、付き合った頃とかメロンパン1個とかなんだよ。1日。水とメロンパン1個とタバコみたいな。あ、つや姫だね。そうだ、つや姫だ。合ってる合ってる。梅屋敷さん。そう、つや姫が安くてうまいんだよね。山形の米、ね、うまいっすね、やっぱ。ガリガリだよね。で、のんたんを太らせようと思って、いろんなところで外食したりとか、一緒に食うわけよ。そしたら面白いことに、
ガリガリだから食べない子だと思ってたら、食べようと思ったら食べれんのよ。だから外食とか行くとめちゃめちゃ食うのよ。ご飯大盛りおかわり2杯とか、この前もカレー屋行ったら、あの小さいからね、何2個とか食べんのよ。すごい食べんの。びっくりすんのよ。食べるのは好きなんだけど、要は食べるのが面白くないから食べなかったのよ。一人でつまんないから。うん。だからやっと40キロまで太らせたんだけど、それに付き合ってたら太っちゃったんだよ、俺も。クラゲの横の顔？クラゲの横ってなんだろう？これ？これ？キングスライム？これクラゲじゃない、ホイミスライムだよ。クラゲの横の顔ってなんだろう、うん、ガリガリだからね、びっくりするよ。裸見たらさ、本当にね、漫画みたいな体なんだよ、うん、漫画みたいな体なの、本当に。ほら漫画ってデフォル、なんつうんだろう、デフォルメっていうかさ、綺麗に描いてるじゃん、細く描くじゃん。アニメのキャラクターみたいな体なの、本当に。びっくりするよ。スタイルいいっていうか、ガリガリ、ガリガリでもないんだけど、細いのよ。やっと肉がついてきて、普通よりも痩せてるぐらいになったけど。太らせんの大変だったんだよ。メンヘラちゃんだからね。漫画の顔、これはね、ボーイズ・オン・ザ・ランっていう顔だね。あ、ボーイズ・オン・ザ・ランって。すごい面白い、この漫画。これはおすすめですよ。ボーイズ・オン・ザ・ラン、うん。怖いなら隠しておこう。うん、ボーイズ・オン・ザ・ラン熱いですよ。今横で寝てるの、今ね、コンビニ行った。レッドブル買いに行ってくれた。働いてないの？彼女？うん。彼女が、ニンニまだあいつと付き合ってんの、ニンニまだあいつと付き合ってんの。そう、さっきスルーされたけど、彼女だよ。うん、いや彼女働いてないよ。ニンニまだあいつと付き合ってんの？あいつ一人しかいないでしょ。外の人？外の人ってなんだろう、会話が噛み合ってない。なんかさ、昔さ、インターネットのメールでさ、恋愛するドラマなかったっけ？マイリトルラバーだっけな？近づくほどに遠く、あなたをもっと感じればっていう曲だったやつ。なんだっけ？なんかメールでやり取りする、なんかドラマなかったっけ？インターネットが超昔、まだ浸透してない頃に、パソコンのメールでやり取りして恋愛に発展するみたいなドラマ。アメリカで言ったら You Got Mail とかなんだろうけど。懐かしいよね。今じゃネットで出会うのなんか普通の普通だもんね。その当時はほら、ネットで出会うっていう。With Love だ、With Love。懐かしい。よく知ってるね。
ウィズラブだ、うん、どんな話だったっけあれ。ディスティニーって歌だな、懐かしい。あ、ディスティニーって言うんだあれ。 BJ さんいらっしゃい。ウィズラブって言うんだ。俺ね、野島伸司の脚本がすごい好きだったんだよね。野島伸司作品がすげえ好きだったの、初期のね。うん。あ、知らないんだ。検索早えな。ウィズラブじゃなくてウィッシュラブか。なんか野島伸司の世界観がすごい良かったんだよね、昔。後期の頃はなんか変わっちゃったけど。ウィズラブか、合ってるよね。ウィズラブだよね。野島伸司のね、世紀末の歌とか、あ、なんだっけ、あの、広末涼子のフレンズの主題歌だったりやつとか、なんか暗いんだよ、とにかく星座の更新とか。もうなんか、なんつうんだろう。タブーに触れるつうか、なんかメンヘラ臭がするんだよ、すごい。野島伸司の作品って。メンヘラって言葉がなかったんだけど。多分ね、野島伸司。違う、石野じゃない。P だよ、P から始まるやつよ。P から始まって M で終わるやつよ。いて。聖者の更新ね。俺はね、あれが好きだった。その世紀末の歌。すごい良かった。明日ママがいないってドラマすごかった。へぇ。多分付き合ってない。おー。自然消滅みたいな感じ。胃が痛えな、これ肺炎だな。うん、肺炎だわ、多分。肺が痛いもん。なんかドラマダメになったよね。日本ドラマ良かったのにね。日本は映画よりもドラマ良かったよね、一時期。金かかってて。池袋ウエストゲートパークあたりが終わりだなっていう。タバコを吸いすぎじゃない？多分風邪からね。誘発した感じ。病院行ったよ。病院行った。もう一回行った方がいいのかな。浜崎あゆみってドラマ出てたっけ？記憶ないな。
浜崎あゆみが出てるドラマを見たことがない。俺は。出てたっけな。記憶ねえな。もう一回行った方がいいかな。ていうかさ、便所太郎さんの映画すごい気になるんだけど、見た？便所太郎さんの映画。結構なんか作り良さそうだったんだよな。見た人いる？こん中に。便所太郎さんの。2時間ドラマとか売れる前、あーわかんないわ。見てないか。見てみよう、後で。知らないか。未成年出てんの？知らなかった。飲んだ遅いね。俺も思った。飲んだん結構経つよね。そんな遠くないけど、もう5分して帰ってこなかったらちょっとやばいなと思うぐらい。帰ってきた。まあ未成年は俺らの世代じゃないでしょ。のんたおかえり。やっぱりネギを買ってきたか。なんでネギ買ったの？抗菌？そう。あ、ありがとう。いくらだった？いいよ。え？あとで。レッドブルが来たぜ。やるか。あんたたち行くわよ。喉が痛い。KP。レッドブル来たぜ。いや、KP。あ、うまい。飲んだ。いらないの。うまい。レッドブルうまいな。たまに飲むと。
体に悪いぜこれ。なんだろうな、今日調子悪いな、今日調子悪いな、乗ってないね。1時間2時間話して乗ってないって、これプロじゃないね、プロじゃないね。ちょっとね、今日は乗ってないね。閲覧に甘えてるね、ちょっとね。桜子はどつ KB、 どんな話聞きたい、今日どんな話する。これは寝れないよこれ、悔しくて。これはまずい。あ、うめえな。ネギお尻に入れる。え、これお尻に入れる用のネギなの？食べるんだ。すごい民間療法だよね、ネギをお尻に入れるって。あ、でもね、アルコールをお尻に入れるの絶対やっちゃダメだよ。これマジな話だから。俺ね、友達に話したの。もう本当に大手になりたいなりたいって言ってた頃に、ニコ生で友人に相談してて、で、バーで飲んでたの、二人で。カッチンいらっしゃい。バーで飲んでて、飲みながら、大手になりてえ、つって。で、どんなネタやったらウケるかな、つってて。俺、ジャック・ダニエル当時飲んでたから、ジャック・ダニエルの瓶を、もう、万覚悟で、ケツの穴に入れて、ジャック・ダニエル、ケツから飲むわ、つったの、酔っ払ってる時に。そしたら、友達が、青ざめて、急に。やめろと。本当に死ぬぞ、つって。これみんな知らないかもしれないけど、例えば指にちょこんとアルコールつけて、アナルにブスって入れるだけでベロンベロンに酔っ払うの知ってた？みんな。これって、ほんの死者が出てんだよ。っていうのも、アルコールって直腸だとダイレクトに吸収するのよ。だから、ちょっとのアルコールでベロンベロンに酔っ払って、急性アルコール中毒になるの。だから、ジャック・ダニエルみたいな、そう、ビールとかでもそうなっちゃうのに、ジャック・ダニエルみたいな度数高いやつを、そんなね、こうズボって、ジャック・ダニエルを、こう、神回とか言って挿入した時点で、お前死ぬぞって言われて。そう。俺、危うく配信で死にかけるところだったんだよね。その友達が止めてくんなかったら。もう、万覚悟で、やってやろうかな、つって。アナル、ジャック・ダニエルの瓶、アナルに突っ込んで、とか言って、神回起こそうかな、とか言ってたら、お前死ぬぞっつって。そう、死にかけたんだよ。死ぬよね。いや、瓶突っ込んでないの。要は、バーで飲んでて、そう、神会で。いや、本当に危ないですよ。だから座薬って効くんだよ。直腸ってダイレクトに吸収する器官だから。そう。学生とかが知らなくて、本当に年間死者が出るぐらいなのよ。そう。だからみんなが思ってるほどアナルは危険だから。マリリン・モンローそれで死んだの？マジで？マリリン・モンローってお尻からアルコール入れて死んだの？俺初めて死んだわ。そうなの？すげえかっこいいじゃん。だからもしかしたら、だからもう伝説の配信者になってたかもしれないんだよね。命をかけた神回。で、ヤフーニューストップ。またも配信者が炎上。ジャック・ダニエルの瓶をアナルに突っ込み死亡。30歳無職。そう。よくよく考えるとね、日本人にはね、わかめ酒っていうね、卑猥なお酒の飲み方があるんだけどね。あれはかなり危険な、危ない死に方だよね。うん、薬の飲みすぎ、オーバードーズで死んだんだ。マリリン・モンローって今見ても全然綺麗じゃないよね。直腸危ないよね。直腸は危ないんですよ。そう。過剰摂取、オーバードーズか。マリリン・モンロー財団から訴えられるところだったな。危うく。マリリン・モンロー財団の皆さん、すいませんでした。一応謝っとこう。みんな謝って。
マリリン・モンロー財団の人たちに謝っとこう。訴えられる可能性があるから。すいません。すいませんでした。笑顔に色気がある。あー、見たことないんだよな。うん。世界中のね、セックスシンボルだからね。世界中の男がマリリンでオナニーしてるって考えると壮絶だよね。うん。すいませんでした。モンロー財団の人たちすいませんでした。言論の自由に免じて許してください。みんなにとって世界で一番かっこいい職業って何？みんなにとって憧れの職業。タッツも謝っとこう。モンロー財団が激おこだから。イレブンさんおはようございます。バガーありがとう。みんなにとって憧れの職業。お腹空いてきた。バンドマンか、かっこいいね。バンドマンはいいね。憧れるね。組取り屋？何それ？組取り屋ってあの、便所のうんこ組取る人？よくわかんねえな。組取り屋って組取り便器の組取り？え、それどういうこと？どこがいいの？バンドマンかっこいいよね。みんなが嫌がる仕事、下水処理とか。ああ、じゃあ、組取り屋と同じ派ってこと？に憧れるの。あ、憧れるとは違う。俺が意図してるのとは違うんだけど。てっちゃんいらっしゃい。よろしく。楽しんでってください。なんつうんだろうな。俺、でも、死体洗いのバイトとか、バキュームカーの運転手。ほー。ほー。なんで憧れんの？俺でもね、彩香が言いたいことちょっとわかるんだよね。アンダーグラウンドな仕事をやりたいってことでしょ。要は、こんな仕事本当にあるんだっていう仕事をやってみたいってことでしょ。俺はね、バイトの時それやりたかったね。山手線のマグロ拾いっていうバイトがあって、1日日当1万なんだけど、山手線って必ず1日1回誰かが飛び込むんですよ。で、平均すると1日2回だったかな。で、山手線の、そう、待機室っていうところがあって、そう、事故ったら速攻飛んでいって、そう、死体を拾うっていう仕事があって、そう。それはね、日当1万2000円ぐらいだったんだよ。それやろうかなって本気で考えたことあった。きついらしいけどね。何がきついって、グロがきついとかじゃないんだよ。あの、指とか1本、目1個でも、パーツが全部揃わないと、ダメっていう。パイロットか。シロさんいらっしゃい。パイロット憧れたことないな。パイロットってなんで憧れの職業だったんだろう。俺の子供の頃パイロットって憧れの職業だったけど、パイロットになりたいと思ったことないわ。特殊清掃したかったけど、背が低いし体力的に難しいって不採用。ほー。BGM がマイクラ。あ、ラノコマンも久しぶり。おはよう。マイクラがよくわかんないな。マインクラフトでしょ。ゲームの BGM に使われてんのこれ。違うでしょ。ただ YouTuber が使ってるだけでしょ。だからはじめ社長も同じの使ってるらしいよ。ムネ君が放送してたけど淡々と回収してた。なにマグロ拾いのやつをやってたの？放送で回してたの？ムネ君って誰？野田総理。新しいフォロワーさんを紹介します。新しいフォロワーさん、シロさんフォローありがとう。家から出ないで稼げる。いや、そんなのいっぱいあるじゃん。
ぶっちゃけた話、俺、配信業ってまさにそれだと思ってるよ。俺はほら、外に出ようと思ってるだけであって、ぶっちゃけた話、この部屋の中で稼げるじゃん。マグロ拾いって、岩倉高校の学生がよくやってた。岩倉高校ってなんだろう。おはよう、さやさんいらっしゃい。マイクラの荒らしちゃったのやつ。あー、ちょっとわかんないけど。ラノコママ久しぶりだね。鉄道高校。あー、まあ、なるほど、なるほど。あ、それだったら可能性ありますね。いや、要はね、つながりがないとできないらしいんですよ、やっぱり。で、その仕事を持ってきてくれたのが、同級生が JR の社員の人だったんですよ。旧国鉄の。で、お父さんか、島津やるかって言われて。そう、アングラの仕事探してるときに、その、よく麻雀とかやってる、そのお父さんが麻雀参加してきて、なんだお前、そういうの探してんだったらあるぞ、みたいな。ほんと紹介してやろうかって言われて。そうそう。やっぱ、知り合いじゃ、信用がないと難しいみたいですね。うん。あと、やっぱ、古谷実の漫画読んでると、警備員やりたくなるね。うん。古谷実の漫画、やたら警備員のバイトが出てくるんだけど、警備員めっちゃいいなって思う。深夜の一人でやるような警備員、うん、女刑事ストロベリーナイト。あ、いってらっしゃい、タツン、また来て、ありがとうね、うん、で、そうか、バンドマンか。あ、いろんな仕事があるもんね。いろんな仕事があるんだもんね。うん、でもさ、俺ね、その配信者っていう仕事ってまだ定着してないじゃん。おう、ユンいらっしゃい。配信者って仕事として定着してないじゃん。どちらかっていうと、そのアングラ系に属すると思うのよ。もう、消えてなくなるジャンルかもしれないけど。でも、これを仕事として定着、市民権を得る側になりたいの。いや、どういうことかっていうと、これを産業化したいのよ、俺は。あの、一個のパーツとして。だから、あのね、どういうことかっていうと、出版業界が扱った頃とか、ライターが扱った頃とか、時代時代によって、サブカルの文化人とかさ、サブカル人が活躍してた媒体ってあるじゃん。わかる？アングラのサブカルで、この時代はこの媒体が熱いよねっていうのがあるじゃん。売れてなくて食えないんだけど、食っていけるか食っていけないかギリギリのところでさ。だから、なんつうんだろう。俺、ぶっちゃけた話、リリー・フランキーが今の時代に生まれてたら、俺配信者やってたと思うんだよ。三浦淳とか。わかる？なんとなく。伊集院光とかもやってるはずなんだよ、多分配信者として。なんかそういう職業の気がすんの。なんかもう、なんつうの？もう、草の根っていうかさ、わかる？言いたいこと。だから、俺配信にどっぷりハマってるんだと思う。まさにここが今サブカルなんだよ。サブカルで、ホットで、なんつうんだろう。メインカルチャーになるかならないかの、なんかギリギリのところを泳いでる業界っていうかさ、すげえ面白いんだよね。熱いっていうか。YouTube は市民権得たじゃん。得たじゃん。それ Google だよ。だって市民権得てないもん、ぶっちゃけ配信者は。でもね、市民権得たってことは、もう参入障壁が高すぎる。あの、要は参入障壁は低いんだけど、もう YouTuber のトップにはいけないってことが確定したから。後発組は。だけど、配信者が、ね、配信が YouTube みたいにドカンってなったら仮に。多分ね、俺100万、200万稼げると思うよ。で、トップ上位に入れると思うの。トップ100、ぶっちゃけた話言うよ。これ自慢でも何でもないんだけど、自慢でも何でもないんだけど、俺の読みね。俺の読み。男性雑談配信者界隈の中では、俺多分トップ50に入ってると思うの。グッズ売れてます。これどう思う？これぶっちゃけた話、トップ50に入ってるでしょ、俺。雑談系っていうか、その、要はその雑談、わかる？カテゴリー。男性雑談系配信者っていう外配信も含めてなんだけど、の中のトップ50に入ってると思うんだよ。うん。そう思わない？俺多分いい読みだと思うよ、ここは。入ってるでしょ、多分。
多分入ってると思う。ギリギリ入ってるぐらいだと思う。入ってるだろうね。多分ね、48位だと思う。多分48位だと思う、俺は。47位と8位を毎月行き来してる。でもね、トップ100に入れれば食ってけるよ、やっぱり。トップ100に入ってたら食ってけるんだよ。入れ替わり激しいからね。あのね、配信って面白いんだけど、実力があるから上に上がるっていうケースもあるんだけど、ほとんどの場合が上がやめていって順繰り順繰り上がっていくっていうシステムだから。だから長くやってる方が上に行きやすいの。これ本当だよ。だからトップ100まで入ったら、息の長いやつの方が上にゆっくり上がっていくから。上が抜けていくの。てっちゃんありがとう。あ、女の人はね、また別。あのね、ぶっちゃけた話は女はいくらでも稼げる。配信者は。ただ、女の子は色恋ネタに持ってかれてるから大変だよ。要は、男は、要は、彼女にしたいっていう目線で寄ってきてんの。男の場合って、彼氏にしたいで寄ってくる人ほとんどいないの、女の子で。だそうじゃん。配信者と付き合いたいなんて思うわけないじゃん。どちらかっていうと、面白いとかそういう感覚で見てんのよ、女の子は。だけど、女の子が配信者の場合は、男は下心で寄ってくるから、稼ぎやすいんだけど、要はトラブルになりやすいと思う。うん、でしょ？ナノコマも正解でしょ？女の配信者みんなそうだから。絶妙なバランス取れるかどうかなんだよ、その。いい距離感っていうか、近すぎてもダメだし、キャバクラと同じ原理だよね。やれそうでやれないっていう。だから、その、同業の苦しみがわかるから、男性配信者と結局くっつくんだよ。女の配信者は。女の配信者は結局本気になるのは、あれでしょ？男性配信者でしょ？でしょ？でしょ？女の子はみんな食っていけるから。ぶっちゃけた話ね、コミュレベ、コミュ人数1000人とか500人でも全然やってくる。コミュ人数ね、500人でね、全然食ってってるから。5、60万稼いでるよ。だからね、だから男と女の配信は明確に分けたの。男はシビアだよ、配信者は。グッズ売れたかな？見てみようか。グッズ売れてるといいな。グッズどこだっけ？あれ、これか。ステッカーが売れたかな？アザース。
ステッカーお買い上げアザース。チャリンチャリン入ってくるね。配信はだけど、ほんとパソコンとネット環境あればね、食っていけるからね。FC2? いいじゃん。あれ、ラノコママって脱いでるんだっけ？雑談系だっけ？東京イルミさんいらっしゃい。楽しんでってください。はじめまして。ラノコママおっぱい出してんだっけ？アダルト系だっけ？雑談系だっけ？おっぱいは稼げますよ。FC2 アダルトは。今日は雑談。あ、おっぱいも出す系なんだ。ラゴママの配信、あれだな、雑談の方しか見たことないな。でも雑談だけで3万稼げるならいいよね。でもさ、これね、女の人だったらわかると思ってるんだけど、女の人ってさ、ぶっちゃけた話35ぐらいまでしか需要ないじゃん。どんなに綺麗でも。若い子に勝てないじゃん。40、50、60で脱げるかって言ったら脱げないじゃん。男はだからそういう目で見たら有利だよね。そう。要は、おっぱいとか色気で稼ぐことはできないんだけど、がっつり。でも、息が長いじゃん。男の場合は。うなちゃんマンとか見てもらったもわかるけど、年齢じゃないじゃん。レシャリのテクじゃん。でもさ、女の人ってさ、脱ぎとか色気打ってくるんだったら若いうちしか稼げないわけじゃん。そこは厳しいよなっていうのはあると思う、正直。稼げるうちに稼げないとっていう。勝てないよね、絶対ね。うん。そうだよね。だから、女性の世界もだからシビアなんだよ、やっぱり、そういう目で見たら。女には女の世界があるんだよ。多分。どんどんね、年齢高くなっていったら不利だもんね。あ、ラノコママって42なんだ。30代だと思ってた。30前半だと。和道の由来聞いてもいいですか？響き。本当に。まず、ひらがなで和道っていうのが響きであったの。で、漢字をどうやって当てようかなって。和道、うじゃないんだよ、本当は。和道って当ててんの。和道って可愛いじゃん。和道って。なんか、こう、ローマ字じゃないんだけど、なんか、どこの国にでも使われてなそうな、なんか、可愛い、なんか、古代日本っぽい名前がいいなと思って。それこそ、アッシャカみたいのさ。なんか、日本っぽい名前なんだけど、古代人っぽいっていうかさ。で、ひらがなで和道って当てたんだけど、どういう感じで使おうかなと思って、我の道って書いて和道って読ませようかなと思ったの。自分の道、我の道って書いて和道って読ませようかなと思ったんだけど、ちょっと画が強すぎるなと思って、もっとマイルドになんないかなと思って、日本の名前って何なんだろうなと思ったら、和っていう字ってすごいんだよ、あれ。読み方がいっぱいあって、和みとかさ、平和の和でもあるしさ、いろんなニュアンスの言葉があって、すごい日本っぽいんだよね。で、俺日本好きだから、いや、わかんないけど、時計の聡明かがわかんないけど。で、まあ、和に満ちて和道ってつけたんだよね。あんまり意味ないよ。和道って言葉の響きかわいいなと思って。ラド。そうだよ。和道じゃなくて和道だよ。うん。うん。あ、言ってる。おう、おかえり。和道、和道。だから、多分、俺のふわっちのコミュニティの番組説明欄には、ワドと申しますって書いてあるんだよ。ドラクエワドにしちゃった。いいんじゃん。え、でも、新しいドラクエって、名前変えるシステムあるはずだけどね。最近のやつは。いや、でもワドでも全然いいよ。本当はワドなんだよ。
だから古いね、それを知ってるリスナーはワドさんとかワドちゃんとか言うんで、俺のこと。ドラクエ5ないんだ。いいんじゃん、別にワドでも。ドラクエ5の何 DS あれあるんじゃないかな。ドラクエドラクエ5な前名前変更ドラクエ5。あ、ドラクエ5ないっぽいね。うん。ドラクエ5ないね。残念でした。スマホでできんだよね。うん。まあ、これで一個また賢くなったね。100名超えました。ありがとうございます。ほんと100名、アクティブ100は行くよな。君のチンコ画像大事に撮ってあります。ああ、俺のね、ビッグマグナムね。ありがとう。ありがとう。俺のビッグマグナム。うん。大切に神棚に飾っておいて。俺の38口径。最近なんか FC2 の配信者がふわっちに来てんだよね。あの、千葉とかさ。あと、千葉とあとなんだ、サスケとかさ。FC2 の方が人集まるからいいと思うんだけどな。ていうかね、あの、千葉がね、結構荒れてるリスナー引き連れてきてるから、ふわっちが荒れてんだよね。それが嫌なんだよな。ふわっちでやっててほしいんだよ。ふわっちじゃない、あの、FC2 でやっててほしいんだよね。千葉結構うざいんだよな。あ、じゃあみんなに質問変えようか。もし一個だけ願いが叶うとしたら何を叶える？一個だけ神様が願い叶えてあげるよって言ったら何お願いする？一個だけ叶えてあげるって。一個だけ。これフリー素材の BGM だよ。うん。あの、商業利用可能の BGM、フリー BGM。健康。うん。自分の健康。何でも叶うんだよ。何でも叶うの。何でも叶う願い事。健康。嫁さんか。乃木坂46のライブに行かせてほしい。おお。これね、なんでこれをみんなに、君に会いたい。俺に？おお。これね、俺ね、ほら、俺さ、前から言ってるけど、
時間の巻き戻しか。時間の巻き戻し難しいけど、あのね、なんでかっていうと、ほら、俺子供の頃から話し上手になりたいね。あの、子供の頃から俺夢叶うってよく言うじゃん、俺。俺自分で夢描いたことは叶わなかったことないって言うじゃん。で、俺、やっぱ時間を巻き戻したい以外なんだけど、その、やっぱり思っちゃうのが、なんでこの質問したかっていうと、俺叶うことなんだよ。俺にとってこれ。健康も、乃木坂46も、嫁欲しいも、俺に会いたいも、話し上手になりたいとかも、全部、俺にとっては叶うことなの。なんで、これが、その、なんつうんだろう。その、一個だけ神様が、その、なんつうの、願い叶えてあげるよって言った時に、これを願っちゃうんだろうと思っちゃうの。で、じゃあ、具体的にこれ全部俺叶うって思うんだけど、これについて、一個重要なことがあるのよ。夢叶えることとかには。この夢を達成するために何を差し出すって話なの。あのね、世の中って不思議なもんで、やっぱ等価交換なんだよ。これ本当にそうなの。要は、どんなものでも叶うけど、何を差し出すかによるんだよ、やっぱり。話し上手になりたいって言ったら、なれるんだよ。だけど、話し上手になる練習とか本を読んだりとか、トレーニング受けてるかって言ったら、やっぱ受けてないわけじゃん。時間を巻き戻したらちょっとわかんないんだけど、会いたいっていうのは会えるわけじゃん。会おうと思ったら。あと、嫁欲しいも、婚活してるかどうかとかなんだよ。時間を差し出したりとか、お金を差し出したりとか、乃木坂46のライブに行かせてほしいなんてさ、もう金払ったら絶対達成するわけじゃん。で、健康っていうのは日々のその、なんつうの、ケアであったりとか、やっぱり本読んだりとか、その、ヨガしたりとか、運動したりとか、じゃん。そう。なぜやらないのそれを。って思っちゃうの俺。なんでみんなやんないの話し上手になりたいと思ったら、なぜそこがね、わかんないんだよ、感覚的に。その、なりたいものがあって、なぜそこに向かわないのかっていう。それを聞きたかったの。でしょ？なんか、絶対、時間を巻き戻しは結構だから、満たされてるんだなっていう、思ったの、桜子は。そう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 。なりたいって結構簡単になれるはずな、簡単にはなれないかもしれないけど、思ってるより結構簡単になれると思うんだよ。うん。うん。例えばさ、その、片腕を損失してる人とかが、重い障害を持ってて、それを克服するっていうのは大変だと思うの。労力的に言ったら。健康、その人が言う健康になりたいは結構重たいはずなんだけど、でもそれでも俺は、差し出すもん差し出したら、結構叶うんじゃないかと思ってて。今の義手の技術とかすごいんだよ。乙武さんに腕が生えた動画見た？みんな。乙武さん腕と足ないじゃん。乙武さん今、その、日本が研究してる、スーパー義手をつけて、物掴んだりしてるんだよ、今。乙武さんもう腕で、自分の機械の腕で、そこ、リンゴとか握ってるの。そう。すごいんだよ。生まれて初めての感覚で戸惑ってたっていうね、ツイッターの動画見たんだけど、すごかったよ。うん。俺なんか感動したもん、あれ。乙武さんが腕を使って、こうなんか一生懸命、やっぱ、初めての感覚だから、うまく掴めないの。すごいよ。動画多分検索してごらん。乙武さん義手とかで、乙武義手とかで検索したら出てくると思うけど、乙武さんが一生懸命その機械の、なんとかアームみたいなので、こう、ウィー、ウィーってやってるから。すごいよね。俺、年齢言ってようが何であろうが、多分みんな夢叶える力持ってると思うんだよな。うん。言い訳っていうか多分、その、なんつうんだ、落とし込んでないっていうか、普段ね、左目見えないの？あの子ママ。左目見えないの？うん。うん。あの、言い訳っていうか多分、具体性を持ってないんだ。ゴールドフィンガーって言うんだ。ありがとう、マチルダ。
左目は難しいかもしれないね。うん。あ、見えないんだ。知らなかった。義眼ってどうなんだろうな。視神経があって。義眼は難しいよな、多分な。視神経ってさ、その脳が複雑だから、難しいよな。うん。多分ね、その言い訳をしてるって感覚じゃなくて、その、なんだろう。多分ね、本気で思ったら見えるよ。あ、見えるよじゃない。ごめんね。本気で思ったら多分ね、多くのことが叶うと思うよ。多分。なんかね、それを、なんか見せたくて配信をやってるっていう部分かなりあるかもしんない。意外と簡単にできるぜっていうか、意外と簡単に人生を思い通りになるぜみたいなのを、なんかね、若い子に見せたいんだよね、すごい。うん。その、特に、日本に生まれたっていうのだけでもさ、私は勉強を、勉強をやり直したい、時間を巻き戻したいか。あ、でもそれだったら、勉強は今からでもできると思うけどな。多分ね、なんだろう。多分なんだけど、なんか、人間がも、あのね、っていうのも、なんだろう。人間って頭のいい人と頭の悪い人とか、足早い人とか、よく能力差ってあるけど、所詮人間のレベルなんだよ。所詮人間のレベルなんだよ、やっぱり。ね、なんかね、偉業を達成してる人って物事にのめり込んでやってるだけで、多分ね、普通の人間とそんなに能力差ないと思うよ。多分。その、大天才って呼ばれてる人は、超頭が良くてって、なんか、神格化しすぎてるっていうか、なんかね、俺の学校の先生が、なんか、天皇陛下から賞状をもらうようなすごい賞を取ったのよ。金獅子賞かなんかかな、なんか忘れちゃったんだけど、その、賞の名前忘れちゃったんだけど、すごい日本の中では位の高い賞をもらってたの。学校の先生が。担任の先生が。で、その人は、その人の授業って理科の先生なんだけど、担任の先生は。メダカを飼ってるのよ。で、その理科の先生の授業特殊だったんだけど、後から聞いて特殊だっていうのを気づいたんだけど、メダカが卵を産むでしょ。その卵を針でかき混ぜるっていう授業なのよ。理科の授業でやってたの。でもよく考えると教科書とかに載ってないのよ。そうすると、その産卵の効率っていうかなんか受精の、なんかそう、羽化する確率が上がるみたいな。で、メダカって実は絶滅危惧種なんだって。で、その先生はその研究をずっとやってたのよ。学校の教室で学校全員に買わせて、要は生徒たちにその研究の手伝いみたいなことさせな、みたいな、独自の理論をずっと、ローカルなことをやってたの。だから超巨大な研究施設持ってるわけでもなければ、なんでもないのよ。普通の水槽に、普通のなんか爪楊枝でかき混ぜるみたいなアイディアなのよ。で、温度を何度に調節するとか、全部自分で研究してたの、何年も。で、実際にそのデータっていうのがすごかったらしくて、その、なんつうの、その、卵の産卵率っていうか、孵化率みたいなのがめちゃめちゃ上がるんだって。っていうのが指示されて、そう、とんでもない業績らしいんだよ、その、魚の研究業界では。でもさ、そういうさ、賞を取る業績とかってさ、やっぱり巨大な研究施設があって、巨大なビッグデータがあってとか思っちゃうじゃん。その、賞状をもらってる絵だけ見たら。でもね、そんなことないんだよね。例えばさ、奇跡のリンゴってみんな知ってる？奇跡のリンゴって有名なおじいちゃんの話。実は、リンゴって、無農薬でリンゴを作るのは不可能って言われてたの。うん、不可能って言われてて、もう、世界中にあるリンゴって、その、農薬を使うのが当たり前になってるのね。だけど、無農薬で天然のリンゴを作るって言ってるおじいちゃんがいるのよ。で、18年ぐらいかけても、本当にリンゴに命かけて、家とかももう、ど貧乏になって、その、もう、本当に大変な思いして、もう、死に行ったの。もう、要は破産寸前で、もう家族に迷惑かけて、このまま俺生きてリンゴ作っちゃうからっていうことで、自殺しに山に行くんだよ。
そしたら、その、山の林の中にリンゴを見つけて、野生のリンゴを見つけるのよ。で、そこで死のうと思って、最後に土を触ったら、これだって思って。要は、雑草がすっごい生えてたんだって。要は畑とかに植えてもダメなんだって。だから、その土を再現しようって言って、これだって言って帰ってきて、その、まず雑草を生やして、その柔らかかった土を再現して、で、リンゴを植えたら無農薬のリンゴができちゃったのよ。で、これがとんでもない業績なのよ。もう、そう、世界中で無農薬のリンゴを作れるのは、そのおじいさんしかいないの。世界で。だからもう海外とかも超、なんつうの。もう教えてくれ、教えてくれ、みたいになって。そう。で、テレビにも出てるし、そのおじいさん。本も出版してるのよ。だけど、実は語られてなくて、ちょっと結構とんでものおじいちゃんなんだよ。結構とんでのものおじいちゃんで、本とかでは語られてないんだけど、テレビとかでは語られてないんだけど、本当は宇宙人に教えてもらったんだって。その時自殺しに行った時 UFO に遭遇して宇宙人が教えてくれたって言ってるんだけど、テレビ的に NG だからって言って、そのディレクターとかがカットしてるんだって。面白いでしょ？だから、なんかね、あるんだよ。そう、世界的な業績みたいなことって、みんなイメージで大きくしちゃってるだけで、なんかを一個ね、やったら結構簡単になるんじゃないかな、みたいな。なんかそんな感覚あるんだよね。うん、いやー、俺はいい人じゃないっすよ、全然。うん、絵本の世界だよね。うん、なんか結構身近なところにすごいシンプルな可能性みたいなものが埋まってるっていうか、なんか難しくしすぎてるっていうかさ、もっと実はシンプルなんじゃないかなって思うんだよね、世界って。うん、それをね、なんか突然すごいものを生み出すんじゃなくて、なんか改良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 みたいな感じだと思うんだよ。積み重ねっていうか、うん、すごい膨大な積み重ねをただやってきただけで、急に業績がパーンって評価されるから、いきなりすごいものが現れたと思っちゃうだけみたいな、うん、バズさんってポジティブ、私ネガティブだから途中で諦めよう。あー、ポジティブかもな。そこまでどれくらいの苦労があったかどうか知らないもん。多分ね、なんか、これ多分性格だと思うんだけど、なんつうんだろうな。人よりも苦労してきたと思うし、人よりも辛い思いすること多かったと思うんだけど、あんまりね、辛くないんですよ。これ昔から、の性格なんだけど、一番辛いことって、やりたいことができないことが俺一番辛いと思うの。これ、本気で綺麗事とかじゃなくて。やりたいことができないほど、辛い人生ってくない？どんなに理由があっても、なんか、それって取り返しのつかないことのような、例えば、好きな女の子がいます。これ子供の頃から俺そうだったんだけど、好きな女の子がいます。で、その子に好きだって伝えないっていうことは一番嫌なことなんだよ、俺。その子と付き合えるかどうかはまた別の話にして、その子に思いを伝えるか伝えないかは自分にできることじゃん。自分の勇気次第じゃん。で、自分でわかるんだよ。この子に今自分の好きだっていう思いを伝えないと、多分10年後、20年後、この子を思い詰めたまま、思ったまま、俺は引きずると。そうじゃなくて、今君のことが好きなんだって。どうしてこうだから、こういうところが大好きなんだって。できれば僕は君と一緒にいたいと思うっていうことを伝えないと、それって、自分が伝えなかったら、
自分の親友と付き合っちゃうかもしれないし、そう、伝えて、いや、私は大嫌いですって言われた方が俺はいいんだよ。それにすごく近くて、その、大好きなこととかやりたいこととか理想の自分みたいなのがあった時に、そこにトライしなかったら、結構辛くない？を引かないかな。そっちの方がなんか、普通に天秤にかけて辛い気がするんだよな。どうなんだろう。ブラックさんいらっしゃい。それってなんか、取り返しの、俺ね、だからね、反省はめちゃめちゃあんの。失敗したこともめちゃめちゃあんのよ。反省することなんかもう無限にあんのよ。失敗したことがいっぱいあるから。もうそれこそ失敗の数上げたらキリがないぐらいあんの、人よりも。100倍ぐらいあると思う、本当に。だけれども、後悔は一つもないんだよ。後悔がないの、俺。なんでかっていうと、その、間違ったこともやったし、失敗したこともあるし、これは直さないといけないなってことも無限にあんの、もう。黒歴史だらけなんだけど、あの時あれをやってればよかったっていうものは一つもない。人生の中で。そう、自分でこう生きようと思ってからは。本当にない。あの時ああすればよかったとかない。だから、今の自分を全肯定できるの。どんなに悪くても、どんなに良くても。今の、その、現状っていうものが、その、過去積み重ねてきたものの、その、延長上にあるから、その、全肯定できるんだよね。失敗も含めて。まあ、こうなるよなっていう。人のことはわからないじゃん。いいかどうかわかんないんだけど、後悔はない。どんなことでも。やり残したことはない。そう。死ぬ時にあれをやればよかったみたいなものは一個も残したくない、本当に。だから、その、人よりもいい人生を送れてるかどうかはわからないけど、その、成功してる人ね、無限にいっぱいいるわけじゃん。それこそ俺なんか稼いでないし、その、成功してるなんて微塵も思わないけど、だけど、そう、自信は持って言えるの。あ、こういう生き方をしてきました、みたいなことは。で、これが、その結果これですっていう。その和道です、みたいな。そう。だから、多分その来年旅をしなかったら多分取り返しがつかないんだよ。多分、年齢的にも気力的にも、世界を本当にこの足で歩くっていうこと。全世界、全各国を見たやつって結構少ないと思うの。でも、金持ちだったらできるんだよ。わかる？金持ってて旅行で飛行機でブーンじゃん。でも俺の場合旅だから、保証もなければ飛行機代もないわけよ。その都度その都度配信で稼いでいかないと次のステージ行けないっていうルールがあるわけじゃん。見えない縛りがあるわけじゃん。だけど、それって、その3年か5年かかかって全世界回ってきたとき、帰ってきたときに、間違いなく俺よりもめちゃめちゃ高いレベルになってると思うの。人として。そう。経験値がズバ抜けてるわけじゃん、やっぱ。例えばさ、世界情勢のニュースとか聞いても捉え方が違うわけよ。例えば、そうね。俺、ウクライナに住んでる人、いるんだけど、日本で大成功して、100億稼いで、ウクライナのお城に住んでる人がいるの。で、ロシアが、ウクライナと喧嘩して飛行機がどうのこうのっていう事件があったでしょ。日本の、彼女です。日本の報道で流れてることと、その人からメールで送られてくる情報っていうのが全然違うの。びっくりするのよ。で、なんでロシアはこういうことになってるかって、プーチンがどうなってるかとかが、全部リアルタイムで生の情報が送られてくるのよ。で、ネオナチの人とかまだいるの。ナチスのネオナチがまだロシアの北部にいるんですよ。それとの戦いなのよ。とか、もう超リアルなの。だから YouTube とかもロシアのこの動画見てっていうのが、言語がわからなくても情勢がわかるやつとかバンバン送られてくるの。例えばさ、日本人だったら、
そう、ニュースを日本語で解説してる日本語のサイトからこの YouTube の動画見つけるとかじゃん。俺らにはフランス語とかで検索できないじゃん。ドイツ語とかで検索できないじゃん。だからどうしても限定的な情報なのよ。仕組まれた情報なの。でしょ？だから、そう、フランスに行ったことがあって、フランスに滞在してて、フランス人の友達がいるってなると、そう、フランスで起こってる情勢とかの捉え方が全く変わるんだよ。でも、そう、世界をこうバーって回ってきた時にさ、それをみんなに伝える時に、すごく有益な情報をくれるわけじゃん。俺はこう見るよっていう。めちゃめちゃ仕組まれてるよ。めちゃめちゃ仕組まれてる。うん。だからメディアなんかもうまさにそんな感じよ。例えば、その、まあさっき動画で見てて面白いなと思って、あ、さすがだなと思ったのが、岡田敏夫さんっていうそのニコニコ生放送をやってる人の動画を見て、すごい的確なことを言ってたのが、ポケモン GO が流行った時に、日本のメディアは何をやったかっていうと、ポケモン GO で事故が起きました。だからスマホでゲーム配信ダメ。ポケモン GO はダメ。ポケモン GO でまた事故。ポケモン GO でまた交通事故。ずーっとやってたでしょ？それみんなわかるでしょ？それ覚えてる人、手挙げて。ポケモン GO でまた事故が起こりましたって、ネガティブキャンペーンメディアがずーっとやってたの覚えてる人。ポケモン GO が出たての時。覚えてるっていう人、ちょっと手挙げてもらえます？覚えてるよね。でも、岡田敏夫さんの見解がすごい面白くて、みんな覚えてるでしょ？認識はあるでしょ？でも、はって思い返すとなんだけど、パズドラの方が普及率が多いんだよ。で、おそらく、パズドラで事故ってる人の方が多いっていう。面白いでしょ？パズドラの普及率の方がその当時は多かった。ポケモン GO 後発組だから。だから、ダウンロード数で言うと、パズドラとかモンスターストライクの方が多いと。で、ながらで絶対やってるはずだっていう。だけど、なんでメディアは報道しないかっていうと、メディアのスポンサーだから。要は CM 打ってもらってるから。っていう見解なの。だから、ここまで深読みできるんだよ。そう、ニュース1個でも。頭のいい人は。じゃん。で、ポケモン GO っていうのは海外の配信サイトだから、要は敵だっつってメディアは叩き放題やりたい放題。で、もっと言うなら、もっと言うなら、パチンコ産業の方が、おそらく、自己破産とか自殺した人とかの方が多いと。でもなんでメディアは貧困が広がってるっていう言い方をするけど、パチンコが原因で貧困が広がってますっていうことを言わないかっていうと、スポンサーだからだっていう深読みができるんだよ。やっぱ、そういうのがすごい面白いと思うの。その、なんつうんだろう。頭いいじゃん。めっちゃ。そう思わない？確かに絶対統計をかっちり取ったら、その当時のポケモン GO よりもパズドラとかモンストで事故を起こしたり、トラブルを起こしてる人の方が絶対数で多いと思うんだよ。どう思う？みんな。みんなはどう思う？なんかこれが、なんか頭を使うことだと思ってて、その騙されないこととか、リテラシーっていう問題かなと思って、俺すごいハッとさせられたんだよね。確かに、と思って。あ、リスナーっすよ。うん、リスナー、リスナー。ぶっちゃけっていうか全然隠してない、俺。もっとリスナー。うん。別になんか、リスナーさんと付き合って悪いとも思ってないし、うん。みんな知ってるしね。ここのリスナーさんは。ずっと応援してくれてた人ですね。ずっとっていうか、まあヘビーに何年もってわけじゃないけど、うん、昔から見てて。出会いのきっかけは配信とリスナーですね。あ、メリークリスマス。なんかそういうのは面白いよね。
パチンコ屋のトイレでの自殺はよく聞くよね。トイレだけじゃなくて、成田の富里って実はパチンコ激戦区なんだけど、成田の俺、富里と、そう、成田市と富里市の境の町に住んでたからあれなんだけど、富里ってパチンコ激戦区なんですよ。千葉県有数の。だから、その門のところにおじいさんが首吊ってるとか、要はもう朝行ったら閉店。首吊りのおじいさん、ああ、常連さんだとか、何件も起こってるみたいな。10年間で、あ、またかみたいな。うん。でも報道はされないよね、やっぱり。パチンコ屋のトイレで自殺、入り口で自殺は結構よくある。見せしめ自殺って言うんだけど。でも絶対報道はされないよね。うん。うん。ちょっとトイレ行ってくるね。なんか俺の理想の生き方みたいなのは、これ結構その、いろんな要因で難しいんだけど、一回やったことあるんだけど、あのね、24時間ずーっとカメラ回してないの。セックスしてる時も、トイレ行ってる時も、お風呂行ってる時も、ずーっと俺のこと撮ってないの。で、インターネットで生放送したいの。だけど、やっぱりその番になったりとか、その、やっぱ取り巻きのプライベートで俺と関わる人が、やっぱり話はしたい。でもカメラ回ってる時は嫌だっていう人が多いから、あの、なるべく、その、そういう人脈を立つようにしてきたのよ、俺は。だから、だんだんそれが可能になってきたっていうのは楽なんだよね。本当はみんなと向き合ってカメラでこうやって対話をしてるけど、そうじゃなくて、その、俯瞰した神の目線で、普通の状態をみんなに監視しててもらいたいっていうか、ずっと見ててもらいたいっていうのがあるよね。なんかそれが、なんかできたら面白いんじゃないかなと思ってんだよ。一人の人生をさ、こう携帯電話の中で飼うみたいな感じ。ペットみたいな感じ。面白くない？人間を飼える時代ですよ。餌与えたりとか、お金与えたりとか。でも結構、その、配信ってリスナーが育てることができるじゃん。みんなの力でさ。だから、俺をどうしようっていうことができるのはリスナーなわけよ。それがすごい面白いと思ってて。その、アバターだよね、アバター。例えば、筋トレさせようとか、痩せさせようとか。なんかそれ面白いなと思って。面白くないそれ。なんかゲームより面白くない？リアルな、言うこと聞かない人間をさ、言うことを聞かせるように教育していったりとか。昔そういうゲーム好きだったんだよね。なんか、なんだっけな。ゲームのタイトル忘れちゃったんだけど、なんか、ピノキオみたいな男の子を、そう、育てていくゲームがあったんだよね。喋る男の子なんだけど。なんてゲームだったっけな。なんとかワンダーランドみたいな。なんだっけ。プロジェクトなんとかみたいな。今日はノンタンとデートしたい。今日はね、ノンタンのクリスマスプレゼント買いに行こうかなと思ってます。発想が面白い。なんか、
そのなんつうんだろう、その俺はなんでその配信やってるかっつったらさ、そのなんだろう、要はその自分の人生がさ、いや暇つぶしなわけじゃん、配信見るっていうことは。だけどそのワクワクしたりドキドキしたり興奮したりとか、五感を揺さぶるものを見たいわけよ、感動とかでしょ。映画見る理由何っつったらさ、五感を揺さぶられたいからじゃん。怖い思いだってさ、冷静に考えて、冷静に考えてよ、ホラー映画ってわけわかんないジャンルで、怖い思いをするために1800円払うんだよ。意味がわかんないでしょ。ジェットコースターとかもそうじゃん、入場料5600円とか払って、さらに800円とか払って死ぬ思いする絶叫マシンに乗りたいわけよ。これなんでかっていうと、喜怒哀楽とかもそうなんだけど、要は五感を揺さぶられて感情を高ぶらせたいっていう欲求があるの、人間には。だから感情が高ぶれるもの、怒りでも悲しみでも何でもいいの、とにかくその刺激が欲しいんだよ、人間っていうのは。でどうせ配信を見てるんだったら刺激的な配信者を見たいわけじゃん。で俺はそのなんつうんだろう、スマタギターが刺激的だとは思わないし、家で花火やることが刺激的だとは思わなくて、もっともっと刺激的なものってあるじゃん。そういうものをやりたいんだよね。うん、例えばその世界、その例えばさ、ドラクエの主人公とゲームの主人公だったらさ、強くしたいじゃん。伝説の武器とか装備させたくない？自分のキャラクターに、っていう感覚ってすごい面白いなとか思うんだけどね。うん、改良型工夫さんおはよう。うん、そう、スマートフォンとかパソコンの中に和道っていう人間を飼うっていうか、うん、こいつになんかさせるみたいな、うん、ゆっくりゆっくり長い時間かけてそう教育していくみたいな、うん、まあ、言うこと聞かないんだけどね、会いに行くとあんま可愛くないしね、うん、できれば可愛い子の方がいいんだろうね、うん、おはよう。のんたん、アネトン飲むね。うん。ダメだ、咳がおかしい、これ。俺だからね、アクティブ10万が目標なんだけど、いつか達成できると思うんだよな。これ割かしマジで言ってるんだよ。無理かな。アクティブ10万ね、いけそうな気がするんだよね。なんかね、最初ゼロなわけな、最初ゼロな、ゼロだったわけだよ。で100になったんだよ。ゼロから100になったんだから、100から10万の方が早い気がするんだけどな。いつかだから10万アクティブ行ってみてえよな。10万アクティブだったら累計どれくらい行くんだろうね。200万は行くだろうね。200万人っつったらね、テレビ局ぐらいの力あるだろうね、多分ね。小さい番組の深夜番組ぐらい、そこまで行ったら面白いよな。なんかそこから見える世界を見てみたいし、そこから見える景色を共有したいよね。おはよう、大岡さん、おはよう。
いや別に好きにコメント打っても潜っても全然一番楽しめる方法で別にあの失礼だと思ってないよ全然一番楽しめる方法で楽しんでってください。一回枠切っていいですか？一回枠切っていいですか？一回取り直してもいい？一回枠取り直してもいいですか？一回枠取り直します。すいません。お疲れ様です。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バットボタン押してんだよもう。